どうもすみません宝塚記念の結果分析です1着タイトルホルダー2着シーグアス3着デアリングタクトでしたこちらはパドックを見た直後の評価なんですがシーグアスはマイナス体重ではあったんですけれどもふっくらとして抜群の気配でしたエフフォリアはまあ、一番いい頃ほどのキレのある動きではないんですけれどもまあそれでも大阪杯の時よりは確実に良くなってて まあ能力は出せる仕上がりではあったんですが、まあ、ただやっぱりずぶさみたいなところは出てるそういったような動きがあって、まあ、その分、まあ、やっぱりもっとレベルの高いジョッキーじゃないと安定しては動かないなっていうような気配ではありましたんでいいポジションからいい流れに乗れればですね横山武志騎手も動いたとは思うんですけれども。 まあ今回ポジション悪くなりましたしさらに展開的に前が止まらないっていう流れでもありましたのでまあそういった中でエフフォーリアを動かせなかったっていうような感じではありましたね。まあ、これぐらいズブい馬だとスミオン騎手が乗ればだいぶん違うかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、強引に動かすっていうような感じではなくともルメール騎手は根本的に技術的なレベルが高いのでやっぱり。 横山武史よりは断然うまいので、まあ、そういった意味ではああれれぐぐらららいいいのポジションかかでででも3着を拾うううまはは持っってこたた可能性ななとよろですねタイトルホルダーに関しては今までもよく見えたことはあったんですけれどもただパドックで際立って見えるほどよく見えたことはなかったので今回のタイトルホルダーっていうのは過去最高の仕上がり気配でもありましたしまああのレース前では。 ちょっとレース展開とかいろいろ考えると難しいところがあるんじゃないかっていう不安が大きかったんでギャンブルをするんなら決して見るのもありっていうようなペケをつけてたんですけれどももうパドックを見た直後に関してはタイトルホルダーは外せないレベルだったかなっていうふうに思いますんでまあヒシイグアス本命ならばエフリアタイトルホルダーこの2頭にワイド流しとければ、まあ、どっちかは来る確率が高いかなっていうふうには感じてましたし。 まあ何なら無難に行くんだったら3頭ボックスのワイドと生まれんで買えばっていうようなそれぐらいの気配で,でその後のアリーボとかディープボンドに関してはまあもっと差があったんですけどもちょっと時間がなくてあの差があるよっていうふうにつけきれなかったんですけれどもまああのそれぐらい3頭は抜きんでてよく見えたかなっていうような感じがありましたね。 でアリーボに関してはまだ納得がいかない場体というかですね、まあ、ちょっとお尻の上の方が勝ってたりだとかバランス的にも本当じゃないなあの洗練された感じもまだないなっていうような感じではあるんですが、まあ、でもやっぱり前走走ってたっていうこともありますし追い切りの動きも良かったっていうところからいろいろイメージすると、まあ、期待はできる範疇ではあったのかなとは思うんですけれども。 まあその下のディープボンドもそうなんですけれども、まあ、やっぱりそこまでよく見えた2頭でもなかったっていうところでまあシーグアスエフォーリアタイトルホルダーの他に上げるとしたらっていうような程度ではあったかなというようなところですね。それでディープボンドに関してはちょっと踏み込みに力強さが足りなくて背中とか肩とかその辺が弱いのか、まあ、後ろの付け根を中心に見て。 足の踏み込みなんか見てると、まあ、やっぱりちょっと力,力強さが足りないような感じで前奏の天皇賞春の方が仕上がりは良かったんですよねですからアリーボを含めディープボンドに関してはちょっと上位の三頭とは差があったっていうところはそういったところからでポタジェとパンサラッサとデアリングタクトに関してはまあよくは見えなかったというか力は出せる可能性はあるんだけれどもっていうような程度だったんですよね。 ポタジェに関しては前奏の大阪杯の方が重厚感があって良かったんですが今回に関してはちょっと後ろ足の使い方なんかが軽すぎるというかですね、まあ、ちょっとスムーズに動きすぎてるようなところがあって大阪杯の時はもうちょっとちょっとなんかある意味良い意味での引っかかりがあるような重厚感のある歩き方ができてたのでその分パワフルではあったんですけれどもそこが足りなかった。パンサラッサに関しては ちょっと作りすぎに近いというか、まあ、矢作牛舎はだいたい g 1最高の仕上がりで作ってくることが多いんですけれども、まあ、やっぱり海外遠征の後で馬にどっか疲れがあったのかその分調教の中でですねいい動きはしててもう抜けきれない疲れみたいなのがあったりなんかしてそれで体の使い方なんかに影響したりなんかした可能性もありますしまあ普通日本にずっと いる場合だと耐えられたた状況だったかもしれないんですがその辺の調整っていうところでちょっと気張って作りすぎてしまったっていうような結果になってた可能性はあると思いますね。というのはやっぱりドバイとかあっちの方行くとですねですから調教施設も違いますし海外だとある程度加減しながら作っていくことが多いので。 そういった意味でそこからまた日本に戻って反路コースとかいろいろ商業施設が変わってきた中でやっぱりあの調整の仕方の難しさっていうところは多少あったとは思いますね。でデアリングタクトに関しては追い切りの動き通りでまあくない意味で追い切りの動き通りっていうような感じで以前と比べて切れ味が落ちてるんですよねですからふっくらとしてパワフルで仕上がりは良かったんですけれども。 まあただ瞬発力が足りないっていうような馬体ではありましたし結果3着は拾えたんですけれども全然切れる足も使えてないですし動き,も動きにも可能性を感じないようなそういったようなまあこれがいっぱいいっぱいだろうなっていうような内容ではありましたのでまあ能力的なものスピード的なものはあるんですけれどもやっぱり今後その勝ちきるということに関してはいろいろと課題は出てくるなっていうふうには感じました。 こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです勝ち時計の2分9秒7はレコードタイムで、まあ、もちろん速い時計ではありますしある程度高く評価しなきゃいけない時計ではあるんですけれどもただ阪神の 2200m って宝塚記念ぐらいしかオープン以上の条件では確か使ってオープン特別ぐらいはあるかもしれないんですが、まあ、とにかく重傷でポンポン使うような条件ではないですし。 宝塚記念自体がこの時期本当にババが荒れることが多い時期で宝塚記念って時計がかかることが多かったのでその中で今年のババに関してはここ二十数年で1回あったかどうか1回か2回あったかどうかぐらい時計が早いババでしかも極端な前残り先個馬有利なババでもありましたのでまあそういった意味ではまあやっぱりあんまりあの高く評価しすぎるのは危険ですし。 実際に中京ののレコードは2分9秒0なんですよねでしかもそのレコードを出した馬も重賞クラスかというとそこまでの馬ではなかったですしあとは京都のレコードは2分9秒7同じぐらいだったと思うんですけれども、まあ、それでもそこに関しても重賞クラスが出した時計でもなくて条件馬が出してるっていうようなところもあって。 レコードタイムって聞こえがいいですしインパクトがあるんですけれども今まで僕時計が速いからといって高く評価するっていうことほとんどなかったと思うんですよね、まあ。アーモンドアイがジャパンカップでレコードタイム大レコード出した時でも、まあ、過去の,の G1 バーと比べて圧倒的にアーモンドアイが抜けて強いとかそういったような評価はしないっていうふうに言ったと思うんですけれども、まあ、あ,あんまり時計に関してはですね まあまああの評価はある程度は必要なんですけれども他の細かいラップについてなんですが 600m の通過33秒9はだいぶ速いですね 1400m とかマイルとかそれぐらいの距離なら分かるペースなんだけれどもっていうところ二 2200m でこれはハイペースですで 1000m の通過57秒6これも速いですね。 まあただこの辺のクラスでもありましたしスピードタイプに関しては道中は比較的ついていけたペースではあったかなというふうに思いますしまあ瞬発力が落ちてたんですがスピード的にはある程度仕上がっていたウィン・マリリンあたりも楽についていけたりはしてましたしまあヒシーグアスもスピードタイプというよりかはどちらかというと素足タイプなんですが楽についていけてましたのでまああの先行馬スムーズに。 走れた馬たちにに関しては特に問題ないペースだううそれとレース前の予想動画でも言ったんですけれどもペースが速いか遅いかは、まあ、そこまでレース展開に影響しないことが多くての、まあの次3の次ででいいんですよねそれよりかは隊列だとかもしくは馬が気分よく息を入れて走れるかどうかあとはレース全体のペースの組み立てっていうところですね特に後半の組み立てなんかがうまくいくかっていうところで。 それさえうまくいけば特にこれぐらいのペースでも苦しくなることではないですしタイトルホルダーに関しては2番手からすんなりとしたポジションでしかも後半に関しても外からかぶせてくるような器用な馬もいなかったのでディ,ープディープボンドあたりが来ようとしたんですがディープボンド不器用で器用じゃないのでついていけないというような感じでもありましたのでそう考えると2番手から。 前の馬を目標にしながらですね気分よく走れたタイトルホルダーが強い競馬をしたっていうのはうなずけるというかあの決してタイトルホルダーは苦しい展開を押し切ったわけではなくてタイトルホルダーにとって有利な展開ではあったっちゃあったっていうところですねもちろんタイトルホルダーも強かったんですけれどもオーソリティオーソリティに関しては、まあ、リアルタイムで見てなかったんでどういう経緯だったかは分からなかったんですが。 入場後に箱があったということで競争除外になったみたいですねでパドックでの見た目に関しては、まあ、あの名前も挙げてなかったように、まあ、ちょっと余裕があるというかですね動きにキレが足りなかったようなところもありましたんで、まあ、使った後の方がいいかなというような感じでもありましたね。ちょっとレースに行ったとし走ったとしてもですね基本厳しかったかなというふうに思いますね。 右回りが極端に苦手というわけではないんですが、まあ、ただコーナーからペースが速くなってしまうとちょっと後ろ足の左右の足が揃っちゃうようなところも出ちゃうあのロングスパートだと不器用さが出そうなタイプでもありましたのでそういった意味では今回の出来では出走できたとしても厳しかったと思いますし、まあ、直線の長い左回りのコースの方が乗りやすいタイプではあると思いますね。アフリカンゴールド アフリカンゴールドはこの馬なりりに仕上がりは良かったと思いますね。ただやっぱりあの押しても押しても位ぐらいまでっていうところででこの馬不器用なタイプなんでやっぱりあの辺から小足使ってスッとついていくっていうのも難しいところがありましたし相手も強かったかなというような感じありますね。 マイペースで逃げれたり、もしくはばらける展開で2番手あたりから抜け出すみたいな競馬ができれば相手関係次第ではまたいいところ出ると思いますね。メロディーレーン、メロディーレーンも仕上がりは良かったと思いますね。まあ、確かに一番素足のキレがあった時と比べると、少しスピードとパワータイプに寄っちゃってるんですけれども、まあある程度バランス取れて、あの最近のメロディーレーンでは一番仕上がりは良かったんじゃないかなというふうに思いますね。 まあただやっぱり相手も強かったですし厳しいペースの中で途中から気持ちも切れちゃったかなというようなところはありますね F エリアォーリアに関しては確実に大阪杯の時よりも良くなってましたしまあ能力的には上位34頭には確実に入ってたかなというようなところですね。まあ、そういっったた中であのまあレース前にも言ってた通りポジションが 取れるかかどうかなんですよね横山武史騎は条件戦なんかでもそうなんですがいいポジションを取れた時には安定感があったり思い切ったこともできてるんですけれどもポジションが悪くなると安定感を極端に欠くっていうところがありますし、まあ、特に g 1でさらに F4 リア今回ずぶさが出てるような馬体気配でもありましたのでそう考えるとポジションが悪くなった時点でもう。 ダメだったかなっていうようなまあ,あのポジションを取ってからだったら全然無印にするのもありかなっていうようなそういったような馬ではあったんですよねただやっぱりそこのズブさがある中でそういう馬を動かせるプラスアルファを埋めるような例えばスミオン騎手とかだったらあのポジションからでも馬券圏内には持ってきてたでしょうしルメール騎手も強引に動かすっていうようなタイプではないにしても技術的なレベルが高いので まあ三着争いぐらいまでは確実に持ってきていたかなというふうには思いますねそして今後に関しては、まあ、今回は仕上がり的には問題はなかったので東京の千八とか二千メートル毎日王冠天皇賞秋に関しては条件がかなり良くなるので、まあ、そこを使う中でこれぐらいの仕上がりで出走できた場合だと普通に有力視していいかなというふうに思います、まあ、もちろん調子が落ちないことを前提なんですが、まあ、ただ やっぱりこの今のずぶさっていうのはもう小判になったんで簡単には抜けないと思うので基本的にはちょっとずぶさ重さっていうところは出てきやすいのであとは筋量ですね3歳の時みたいに筋量が軽いわけではないので横山武志騎ではどうにもならない展開とかそういう時も出てくるとは思いますそう考えると安定感を求めるとしたらレベルの高い直近に乗り換えた方がいいかなっていうふうに思うんですがまああの。 乗り換えるかかかどうかは分からないです、ね、まあ横山武史騎手でももちろんいいポジションからスムーズな競馬できれば東京の10082,000メートルだったら問題ない可能性はあると思いますし100能力出せることはもうないかもしれないんですが横山武史騎手ではないかもしれないんですけれどもチャンスは十分あると思いますね。アイアアアイインンババロローーズズも 思ってたほどはよくは見えなかったというか、まあ、ちょっと作りすぎに近いんですよね。お尻の上の上方が勝っているような感じでとなってくると少し体感というかですね走りのバランスに不安が出てくるんでいいポジションから流れに乗れれば走る可能性はあるんだけれどもやっぱりもうちょっとあの多少良い意味での余裕があった方がですね好感を持てるっていうところがあるんですよね。まあ、元々このまま飛びが大きかったり ちょっと気象的にあのふわふわしちゃうようなところもありますのでそう考えるとあのパ,パドックでバタフを見た時っていうのは少し不安が強まったっていうところはありましたね。でポジションが悪くなってしまってでまあさらに後ろから追い込めるような展開でもなかったので気持ちも早めに切れちゃったかなというような内容ですね。タイトルホルホダー タイトルホルダーはもう本当に抜群の気配でもありましたし抜群というか他の馬もひしーグアスも良かったんですけれども、まあ、この中ではタイトルホルダーとにかく目立った馬の一頭だったということですねであのやっぱり気象的に難しいところが出ないかとかそういう不安は常にあるんですけれどもただあのこの馬今運がいいんでしょうね。やっっぱりエフォリアだって、 流れが良かった時はポンポン良かったですし、あー問題だって流れが良かった時はずっと運のいいポジション進路が取れてってたりなんかしてたところがありましたし、レースの質もフィットしてたっていうところがあって、やっぱりいい時期はいいんですよね。テーマオペラをもいい時は連勝してたんですが、まあ、後半に関してはガタガタと崩れましたよね。あの辺はまあ,あのジョッキーがプラスアルファを埋めなかった。 というところももあったにしてもやっぱりテーマーオペラも,もう運が切れたみたいなところもあってやっぱり競馬って流れっていうところが影響するなっていうような感じはあるので今のタイトルホルダーはいいんだけれどもちょっとその辺の流れというかう運がですね少し運気がですねずれてきた場合にはですねそしてまあそのタイトルホルダーの運に関しては。 阪神競馬場が近年にないぐらい前残りが多かったりだとか先行馬有利な馬ババアや展開になることが多くてその中で逃げてマイペースで今まで競馬させてもらっててで今回に関しては今までと違って逃げさせてもらえなかったんですが、まあ、ただパンサラッサ自体がですねちょっとあまり出来が良くなかったっていうのと距離が合わなかったっていうところもあってさらにちょっとハイペースいう っていうような形でペースメーカーみたいな競馬しちゃったようなところもあるのでタイトルホルダーにとってはババとかあとは対列を考えると本当に乗りやすい2番手からの競馬にはなったんですよねただ2番手を取れたと言っても後続もタイトルホルダーのすぐ近くにいましたのでそう考えるとタイトルホルダーにプレッシャーかけてくるような馬外から被せてくるような馬がいればタイトルホルダー苦しくなったんですが 直後の外がディープボンドでしたよねディープボンドなんてのはもう本当に大トビで不器用で反応も悪いっていうようなタイプで本来ならばもっと後ろから行かなきゃいけないぐらいの馬が好意の外っていうような形で直後にいたわけですからもうやっぱりスピードも器用さんに関してもタイトルホルダーの方が断然上なんで。 そう考えるとやっぱりあのタイトルホルダーにとってはノーストレスというかうまい具合にディープボンドが他の馬たちの壁になってくれてたっていうようなところもあって、まあ、そういった意味ではディープボンドがすぐ外にいてくれたおかげでディープボンドもタイトルホルダーのアシストしてるようなもんなんですよね。となるとやっぱり横山和夫騎手も乗りやすいんで、まあ、あのまあそこで焦るかどうかだけなんで。 まあそこで焦らなかったっていうところも横山和夫騎手も本当にうまく乗ったと思いますしよく落ち着いて乗れたっていうところあとは後半に関してもパンサラッサに合わせすぎなかったっていうところも良かったですねパンサラッサを早めに捕まえに行くというかというかあのマイペースでタイトルホルダーが主導権を握る競馬を支配するっていう意識で横山和夫騎手が自信を持って馬を信じて乗ったっていうところも大きかったですし。 ととなるとペースが速かろうがやっぱりあのーレースの後半もタイトルホルダーがまとめてるわけですから後続の馬たちは追い込みが効かない馬場ということを考えるともうタイトルホルホダー、横山和夫機種に隙のない競馬をされちゃってるんですよね。もう圧倒的にタイトルホルダー有利な展開に持ち込んでるっていうところがあって、まあ、その分さらにタイトルホルダーもある程度強い馬で直線も突き放すような足もあったわけですから。 なかなか後続は捕まえきれないっていうかあのもう絶望的に近いあのタイトルホルダー以外の馬たちにとっては絶望的に近い展開でもレースの質でもあったかなというようなところはありますね。た、ま、た、あ、ただヒシーーグアスに関してはタイトルホルホダーをさせた可能性があったんですよねですが4コーナーのところで前のディープボンドがフラフラしてたというか外の方に行ったんでヒシーグアスうちに入らざるを得なくて 直線の入り口でシーーグアスがブレーキ踏まざるを得なかったんですよねあれが痛かったです、ね、ですすねからもしディープボンドがもうちょっと内の方にいてくれてシーグラスが4コーナーですっと外に出せてたらタイトルホルダーをさせてた可能性があったのであそこは大きかったなっていうふうに思いますし、まあ、そこに関してもタイトルホルダーは運がありましたしまあ,あの逆に言うとあの運だけじゃなくてタイトルホルダーはやっぱり。 前に行って自分で競馬を作れる強みがあるので、それも強さではあるので、まあ、やっぱりそこを最大限に行かせた。横山和生騎手の好機場。あとはタイトルホルダーの。そういう競馬ができる能力っていうところも評価しなきゃいけないかなっていうふうに思いますね。デアリングタクトデアリングタクトに関してはまあのさっき喋ったんですけれども、仕上がりはある程度いいんですけれども、スピードとパワーはいいものがあってもやっぱり。 3歳の頃と比べて瞬発力キレが落ちてるんですよねですから今回はなんとか3着は拾ったんですけれどもやっぱりあれ以上の競馬もできないというか、まあ、あのもうちょっとそうですね内枠を活かしていいポジションから競馬できるとかそういうような形だったら差は縮まるんですけれどもただタイトルホルダーやエフフォーリアやヒシーグアスが100の能力を出した場合だと デアリングタクトが100の能力を出してもかなわない。それが今のデアリングタクトなんですよね。ですから、あのー、スピード競馬の対応力、タフ自力勝負への対応力っていうところで、まあ、そこでスピードの方を8。2にしてる。タフ自力の方を7。9にしてる。これっていうのは3歳の時と比べて逆なんですよね。本来ならばタフ自力勝負の方が高く。 評評価価すすするるる馬ででででははあるんんけれどもそここを低く評価しててていとううのは瞬発力が落ちててっていうところなんですよねですからあの今回に関してはスピードとセンスパワーっていうところで立ち回れた方がいい競馬ができてたであろうっていうところで、まあ、今回に関してはやっぱりスピード競馬の中である程度しぶとさが生きたっていうような内容で瞬発力でぶっ飛んできたっていうような内容ではないですよね。 立ち回りに関しては確かに外は回ったんですけれども、まあ、中段のある程度いいところをですね比較的ばらけててあの息の入るようなポジションにいましたし外に出すタイミングなんかも、まあ、あれぐらいがちょうどいいかなっていうようなタイミングで外回れてましたのでそそそと回ってロスが大きすぎたっていうようなほどのロスでもなかったので。 まあ変に中途半端にうちに突っ込んじゃったりするよ。りかはいい。ヒーローは取れてましたので、そういった意味でスムーズにある程度能力は出したかな？というのはう内容ではありますね。ステイフーリッシュステイフーリッシュも仕上がりは良かったですね。まあ、もうちょっとふっくらしてもいいんですけれども、あの十分の仕上がりにはあったと思いますね。で、そういった中で、あのとにかく元々オートビ武器を加速に時間がかかる。 あとは気象的にムラッケがあるというか気持ちが切れやすいというところがあってそう考えるとバラける展開ででででで先行ききてマイペースで競馬できないいと基本厳しいんですよねそういった中で打ち目の方にいてあのダッシュがつかずポジションも悪くなった中で打ち目の方にいてっていうことになると気持ちが切れるのは当たり前で、まあ、その辺すらまだ酒井騎手が理解できてないというかまああの。 根本的にステイフリッシュに合わない競馬をしちゃってるんで、まあ、もちろん外回ってもですねきつい展開ではあったんですけれども、まあ、それでもやっぱりステイフリッシュは基本外に出してあげた方がいいっていうところがあって、まあ、やっぱり、あのー、早めに気持ちが切れてしまった理由っていうのは余計な形でうちの方馬群の中にいたっていうところもあるかなというようなところですね。ママイネルファン論マイネネルルフファァンンも仕上がり良かかったですね、まあ、確かに もっとキレのあったというかもっと出来の良かった時はあったっちゃあったんですがまあでもかなりいいレベルで8分くらいの仕上がりにはあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。でそういった中で、あのーまあ、道中エフフォーリアの外で前に壁を作りながらタメが利くようなポジションにいたんですが。 途中でミルのが外に出しちゃってるんんでですよね。なあそこで待てないかなっていうふうには思うんですけれどもまあ一旦あそこでもっと貯めてですねそれで出すと800とか600とかその辺から外に出すとかそういうような形だったらまた違ったと思うんですがまともに外回ってますのでとなってくるとマイネル・ファローって基本的には使える足が短いところがあってまああの。 そうですね、足,足を使いすぎたかなっていうの,の内容なんですよね、まあマ。マイペースで自分からまくっていくような形だとある程度長く足は使うんですけれども他の馬が作るペースに合わせてあんなにまともに外回っちゃうとやっぱり止まりますよね。シシーグアスヒシーススに関してはまあ最初にも言ったんですが馬体重は減ってたんだけれどもふっくらとして。 まあこれに関してはやっぱり蓮貴種が付きっきりで調教をつけてて連貴主は調教助手としてもかなり優秀っていうところで連貴主が作ったっていうところも大きいかなっていうふうに思いますね、まあ、堀九社は優秀なんですが、まあ、やっぱり蓮貴主のプラスアルファっていうところも大きくてここまでの仕上がりになったかなっていうふうに思いますね。 でまあ、道中に関してももう全く不安がないというか、まあ、スタート出た時点でもう馬券圏内はほぼ硬くなったかなというようなところですねポジションが悪くなるとどうしてもやっぱり今の前残りが多い馬場競馬にならないことが多いようなババっていうことになると不安が出ちゃうんで、まあ、そういった意味ではスタート出ていいポジションを取れた時点で。 連騎士でもありますし、まあ、いい感じだなとは思ったんですが、まあ、ただ道中に関してはちょっとあの並走状態になったようなところがあったりなんかして、まあ、あの外の馬に少し前に入られたような場面もありましたしその辺に関しては少し不安は出たんですが連騎士は乗ってるということで、まあ、その辺はケアしてくれるだろうなっていうふうに思いながら見てました。 でまあ、4コーナーの手前あたりでは抜群の手応えなんでもう4コーナーの時点で馬券圏内はもう全然大丈夫だろうなというような感じで安心して見てたんですがただやっぱりもったいなかったのはさっきのタイトルホルダーのところでも行ったんですが直線の入り口ですねあそこで前のディープボンドがフラフラというか、まあ、ち,ょちょっと外に行ってましたのでその分シーグアスは内に入らざるを得なかったんですよね。 あそこはですね勝負どころでタイトルホルダーが直線の入り口のところでですね引き離すような競馬してましたんでそこついていかなきゃいけないところでヒシーグアスはスムーズに加速できなかったうちに入らざるを得なかったっていうブレーキを踏まざるを得なかったっていうロスが大きかったですね、まあ、もしディープボンドがもうちょっとうちにいてくれてヒシーグアスがディープボンドの外をスコーンと出せればですねさせてた可能性勝ててた可能性があったので。 まあ少なくともタイトルホルダーと際どいところまでは行ってたのでそこがもう本当に大きなロスにはなったなっていうところがありますね。パンサラッサパンサラッサはまあやっぱりパドックの時点で思ってたほど重厚感がないというかですね、まあ、やっぱり作り的に距離に。 不安が出てしまうようよもともと距離はギリ,ギリギリかなっていうふうに思ってた中でさらにパドックの馬体の作りや気配で距離的にどうなのかなっていうふうに思いましたしならばとペースが楽ならばよかったんですが、まあ、いつも通りのハイペースとはいえやっぱり道中からなんかその焦りがあるような感じの競馬で、まあ、こういうような競馬今までしてきて、あのー、毎日王冠の 中山記念なんかでもこういうような競馬ではあったんですが 1,800m だったんでそれと比べると 2,200m らに阪神競馬場っていうタフなコースっていうことを考えると、まあ、ちょっとやっぱり、あのー、無謀に近いペースというよりかは無謀に近い強引さっていうような感じはありましたね。 ですからレースの真ん中どころの時点でですねパンサラサはきついだろうなっていうふうに思ってましたウィン・マリリンウィン・マリリンは、まあ、仕上がりはある程度良かったとは思うんですが、まあ、やっぱり追い切りの動き通りキレが足りないんですよねこのままもっと切れる動きができてたんですが動きがちょっと大きすぎるような感じもありましたのでスピードタイプによっているウィン・マリリンなんですよねですから道中に関しては好意からついていけてましたし直線に関してもそこまで ばったり止まったというわけではないんですが、伸びもしてないっていうような内容ではありますね。もしウィンマリリンがベストの状態で出走できていたら、馬券圏,圏内はあったかな？っていうような流れ、ポジション取りではあったので、その辺はもったいないなっていうふうには感じました。アリーボアリーボはまあ,あの上がり馬っていうような感じでもありますし。し、まあ、最近ずっと安定して走ってましたし。 まあ仕上がりとしてある程度は力を出せる仕上がりにはあったので期待してたんですが、まあ、ただやっぱりハイペースでさらに前が止まらないババっていう中であとは最初に指摘したんですがまだ馬体的なバランスが取れてないっていうところがあって、まあ、そういったような完成度の低さからスピード競馬にも対応できなかったっていうような感じでもあったかなっていうふうに思いますし気持ちも早めに切れちゃったなっていうような内容ですね。キングオブ工事 キングオブコージは確実に良くなってましたね。まあ、ただやっぱりギリギリのスピード勝負能力勝負となるとちょっと足りないところがありますしまあ更にまあやっぱりパンサラッサの作るスピード競馬縦長追い込みが絶望的に効かない展開の中でそういった中でまあやっぱり馬も気持ちが切れちゃったなっていうような感じはありますね。ディープボンド。 ディープボンドに関しては、まあ、あの最初にも言ったんですけれども天皇賞春と比べて力強さが足りなかったっていうところですね、まあ、それがどこが弱いのか背中肩とかなのかっていうところなんですけれども、まあ、それで、まあ、今まではある程度強引にポジションを取ってもですねあとは勝負どころで大飛びで武器を加速に時間がかかるずぶさ を出してっていうところでも一生懸命追っていればなんとか走ったんですが、まあ、今回は相手が違いますしさらにタイトルホルダーが器用な競馬を求められるような展開を作ってますのでそうなるとディープボンドだときついところがありますしまだ後ろから本来の追い込み客室を生かすような乗り方をしとけばもう少し後半の。 良さは出たかももしれれないんですけれどもやっぱり強引な競馬してて今までみたいにいかないようなところあとは状態面もそこまで良くはなかったっていうことを考えるとしょうがないですし、まあ、ジョッキーも OL ジョッキーではないですし技術的にはレベルの低いジョッキーでもありますのでグロリアムンディグロリアムンディはかなり仕上がり良かったと思いますね。まあ、確かに少し余裕はあるんですけれども まあでも必要な筋肉はついててダートだったら相当走りそうな仕上がりではあって高気配でした、まあ、ただ、あのーまあ、後方で比較的丁寧に足はためた方なんですが直線外に出しても伸びなかったように最高にうまく乗ってるんですけれどもやっぱり芝でこのメンバーだときついなっていうところがありますしやっぱりパドックの動きなんか見てても少しパンとしたところが足りないんで芝に入ると力強さが足りないような動きでもありますので。 まあ芝使っていけば、あのー、芝に慣れて相手関係さえ楽なら芝でも走るとは思うんですが、現状はダートの方がいいですし。しまあ、これ使った。次は良貨が見込めると思います。作りすぎなければ了解は見込めると思いますね。かなり好馬体でした。ギベオンギデオンはあのー、まあ、この馬もやっぱり確実に良くはなってたかな？っていう風に思うんですけれども。 まあただやっぱりポジションが悪くなりましたし、相手関係もつ強い。あとは距離も長いっていうところで、まあ、くる苦しい競馬というか、ただ参加しただけの競馬にはなってしまったかな？というような感じでありますね。ポタジェポタジェはまあやっぱりあの前走の大阪杯の方が良かったということで、まあ、少し力強さを変えた重厚感を変えたっていうような感じ。まあ、パワーが少し落ちたっていうようなポタジェではありましたね。 さらにスタートが良くなくてというか他が早かったっていうのもあるんですけれどもポジションを取れなくてまともに外回っちゃったっていうところもあって、まあ、それでさすがに勝負根性のあるポタジェでも気持ちが切れちゃったなっていうような感じではありますね。まあ、ですからまあそうですね大阪杯の時は状態が良くてさらに展開的にも。 このまの競馬にななったたっいうようよ感じではありましたしその中でもポタジーの持ち味が生きて勝負根性もあってしぶとい長く足が使えるっていうところもありましたのでそういうような形でまた競馬ができればいいところが出るっていうことですね。以上です失礼します